チャンネルインクルージョンの時間です。皆さんいかがですか。私は今仙台市の一番町のアートインクルージョンギャラリーに来ています。そしてお相手はもちろん来ました。はい、松根駅です。松根さん、何してるんですか今。今ブラックピンクを見ています。ブラックピンクね、あの今大人気の韓国アイドルですか。そうです。まあ、僕今朝初めて聞いたんですけど、この一番町にもね、そのブラックピンクの誰、リサさんが、リサ、はい、リサさんのねポスター貼ってあって、すごいでかいポスターね。リサって韓国人なの？アジア人かな、アメリカ。あ、まあ、まあまあまあ、あ、アジア人、多分アジア人。なんかほら前日本のアイドルが韓国行ってみたいな人いたじゃん。ああ、そうですね。ああいう方とはまた別なの。別です。うん。ということでね、今日はね、松根さんに、何も知らない私に今の韓国アイドル事情を聞くという企画になっています。松根先生、よろしくお願いします。はい。まずね、これは押さえておかなきゃっていうアイドルは誰ですか。ブラックピンクです。あ、今旬がブラックピンクね。ブラックピンクっていうのは何人？4人ですね。4人で、はい。4人のメンバーは、まあ、やっぱり若い子が多いですか。多いです。なんかさ、おじさんおばさんのアイドルとかいない？いません。いませんか。じゃあ、まあ、まあ、BTS とかそういうのはいます。ああ、やっぱりBTS すごいらしいよね。すごいですね、うん、昨日はえなえ君が歌の番組に出てました、うん。BTS の魅力はどの辺にあると思うんですか。ダンスがすごくて。あ、ダンス。なんかさ、歌ってるこの歌もね、結構社会問題っていうかさ、ハードな硬派なのが多いって聞いたんだけど。多いですね。多いんですね。で、じゃあちょっとアイドルに話戻すと、BTS、ブラックピンクは4人組で、おいで、どの辺が魅力なんですか。すごく似ている、うん、目と顔が。え、4人とも ?4 人じゃないですけど、リサさんとジェニーさんが似てます。うん、なんかさ、顔立ち似てるよね、みんなね。はい、あれどうなの、似たような感じに整形してんの。いやー、わかんないですけど。似たような子を集めてるの多分。あ、メイクがみんな似ちゃってるとか。多分似てます。うん、なるほど。なんかさ、こうその辺のさ、どうなの、この4人のメンバーってどういうことで4人集まったんだろう。仲良し4人なの、事務所が。あ、仲良し4人ですね。あ、結構ね、日本だとこう事務所でこの子と組みなさいみたいな感じでさ、全然仲良くなかったりとかいう話もあるじゃないですか。あ、韓国アイドルどうなんですか。別にそんなのないです。仲良し、はい、やっぱ仲良しいいよね、はい。なんかほら嵐とかさ、仲良しみたいじゃん、はい。もう解散したんだっけ。もう解散しちゃったんです。そういうのってさ、にじみ出てくるような気がするんだよね、はい。なんかほらやってて楽しいっていうのとさ、仕事だからやってますみたいなさ、まあ、そういう感じでね、ちょっとアイドル何も知らない私はあれですけど、ブラックピンクの次におすすめは何ですか。ブラックピンクの、うん、今押さえておきたい韓国アイドルといったら、レキメキ。え、もう一回。レキメキ。レキメキ、はい。それはどんなグループなんですか。まあ7人とか。おお、7人グループで。 BTS と多分同じグループだと思う。ちなみにさ、ブラックピンクって全員女の子。女の子です。ウェキメキは女の子です。ああ、ていうか、まあ、全然主に女の子アイドルが専門ですか。はい、専門です。 BTS 違うよね多分。うん、ウェキメキのおすすめポイントはどの辺ですか。キメキですか、ね、はい、うん、調べてるのウェキメキ、
ウィキペディアでウェキメキを調べてるのね。はい。この、はい、あ、8人グループです、多分。あ、8人。あ、この子たちはみんな顔立ちが随分違いますね。多様なメンバーですね。そうですね。みんなでも目がでかいけど、なんで？目小さい子はアイドルになれないの？ああ、てか、あと顔立ちがなんかね、あんまりアジアっぽくないよね。まあ、韓国ですからね。あ、韓国ってアジアっぽくないの？まあ、アジアの人になりますけど。あ、ちなみにさっきのブラックピンクはどんな感じ？ああ。グループ名すごいよね。そうさ、こう、なんとかイメージできるタイトルとかね、名前っていいですよね。はい、こんな感じ。マスネさん、全然顔違うじゃないですか。違いますよ。4人の顔映ってるとか、ちょっと見せてください。全然似てないじゃないですか。どの子が似てるんですか。ああ、この子とこの子？うん、リサさんと、ジンさん。ああ、似てるっちゃ似てるか。似てますよ。この2人は中心になってるの？いや、トワイスです。ん？トワイス？トワイス。あ、この2人がトワイスなの？違います。こっちがブラックペットで、こっちがトワイス。トワイスです。ああ、じゃあブラックピンクの4人はどれ？これです。この子とこの子似てるね。いや、こっちとこっちが似てる。リサさんとジェニーさんが似てる。本当だ。え、で、そのどっちかがトワイスもやってるの？やってないです。さっきは全く別の話ね。はい。どうですか。じゃあ、このトワイス出たところで、トワイスとは？トワイス、うん、トワイスの魅力は何ですか。トワイスの魅力は、すごい、あ、これだ。いっぱいいるね。日本人もいますよ。あ、それがさっき言ったね、日本人アイドルが韓国に行ってる。そう、サナーさんとミナさんと。トワイス、みんな似てんね、雰囲気が。似てますか。なんか似てんね。これ XJAPAN、 それでもいいよ、こっち。イケイケな感じ。はい。タイの方もいるってこと？日本の人が3人と韓国の人が5人で、もう1人、これどこ？タイ？ツミさんはどこですか？韓国かな？多分わかんないけど。多国籍なアイドルってことですか？はい。はあ、いいね。ということでね、今日は松根先生に聞く韓国アイドル、分かったようなわからないような。じゃあ最後にまとめお願いします。今日のまとめは、さっき散歩してきたんですけどね、それも楽しかったです。皆さん、まとめしましょう。さよなら。さよなら。好きだよ。待って。